青森県鰺ヶ沢温泉にあるホテルグランメール3階層。ここではエコショー運動として水耕熱費の削減に取り組みました。いわゆるエネルギーのコスト管理に関してはいろいろと課題があって改善したいなという思いはございました。今回前向きに取り組まさせていただいたところ、もう予想以上の効果が今期待できるということで、今回は本当に良かったなと思っております。今回導入したのは水耕熱の使用量を見える化するシステム。水道、ガス、電気の各メーターのデータを集約し、外気温、浴槽温度、源泉温度、宿泊者数を合わせてリアルタイムに監視することができます。設定された使用量を超えるとアラームが鳴り、その場で無駄を発見し改善することができます。鳴った後に、各々が、どうやって上がってしまった電力量を抑えるかというところを考えながら、使ってないところであったり、空調の調整だったりとかして、デマンドを上がるのを抑えるというのも、ここのスタッフの中で少しずつですけど動けるようになってきてますね。またこのデータは時間単位のグラフで表示されます。普段使ってないはずの会場のエアコンがつけっぱなしになって、それがここにきっちり反映されてきます。いつも午後3時はいくら使ってるものが、今日はいくらです、とその日100人入ってたら、100人の時は100トン使ってたものが今日は50トンで済んでます、とか時間帯で分かりますんで、とても便利です。このモニターは従業員が最も目にしやすい場所に設置。おはようございます。朝礼時には昨日のエネルギーの使用状況を確認するようにしました。温度があまり下がらなかったせいで、ガスもあんまり使用量多くなく済んでました。2.1 になっているのは、これ理由ありますかね。そうですね、洗い場さん、食器洗いに夜1時までかかるんで、そのガスの使用量が1時間後の2時の計測で出てきます。じゃあその実際に食器洗い場さんがじゃあ1時ぐらいまでいたのかどうかっていうのは、これはチェックが必要ですよね。スタッフの中での電気ガスの使用は控えようという意識が芽生えました。休憩室、あとはバックヤードの電力を上がる時間帯は抑えたり、あとはそうですね、本当に小さいことなんですけれども、こまめに節電、あと節約をするようになりました。グランメール3階層の源泉温度は 39.6 度。そのため加温・ろ過をする必要があり、大きなエネルギーコストがかかります。これを削減するためにインバーター制御システムを導入しました。お客様の少ない時間帯はポンプの回転数を抑えて運転することができるようになりました。時間が自由に設定できて、何時から何時までは抑えます、5時から8時までは全速でできますとができます。それによって電気がもう半分に抑えてますんで、節電ができるでしょうという見込みでやってます。また源泉かけ流しを謳い文句に、加温・ろ過しない浴槽を作りました。エネルギーの削減だけではなく、ホテルの魅力作りにもつながっています。その他にも、これまで24時間動かしていたサウナの営業時間を設定、水量が少なくても心地いい感触のエアインシャワーも導入、露天風呂も利用の少ない時間や夜間は放熱を抑制するため蓋をするようにしました。これらの取り組みで大きな成果につながっています。まずは大浴場の循環ろ過器の循環ポンプの、インバーター化によって、今年間でだいたい60万弱ぐらいの効果が見込まれていると
電気量の使用量では約 50% ぐらいの削減が見込まれております。この2つ合わせただけでもエネルギーの削減が年間金額として130万弱ぐらいの効果が出ていると。その他はさまざまな今の取り組みで、期待としては300万以上の、削減効果が出るんではないかなというふうに見込んでいますし、努力しようと思っております。